もうみんな無意識だって やろうとしなかったらレベルが上がんないから、これやり始めな。ドリブル中にバスケットピボットはあるでしょうね、軸足が出てこういうの。これは分かりやすいんだけど、軸足決まってっからこの足の結んだ方向に人間って加速できるんだよ。だからこうなったらこの足の人はこういくか、これはこっちに行くか、まあ基本どっちかな。足と足の結んだラインが加速のコース。だから今彼は上手にフットチェンジして横に移動したじゃない。ちょっと一回軽くやってみて。そう、 OK、 今の瞬間ってなったらこのオフェンスの人はこう加速しやすいわ。ってなった時にディフェンスの人はね、今何回かこうなっちゃってるわけよ、この瞬間に。この足作っちゃうと、もう加速に対してこうなっちゃう。わかる。だから相手がドリブルとかでこういう技使ってきたら、常にイメージは軸足とフリーフット、ピボットフットフリーフットの関係性で、この足がフリーフットだよ。ピボットからフリーフットっていう方に、こうなったらこうじゃん。わかる。このフリーフットになる方をやってみな。自分の足で挟んどくってこと。オッケー。挟んどけると直線で加速できないから大回りになったりするよ。で、コース入るんですね。やめて、切り返しようかな。そしたら、この足だ。常に自分の足のポジションをこのトライっていう。それをちょっと意識してやるとうまくいく。